リーン。おはよう。学院に行くんでしょ？せっかくだから一緒に行かない？うん、そうだね。他のみんなはもう出かけちゃったのかな。そっか。気配ってどうやって感じるんだろう。リーンさんにエリオットさん、どうもおはようございます。おはよう、アリサ委員長。二人ともこれから登校？ええ、まあね。エマ、時間もないし行きましょう。ちょっとアリサさん。それじゃあ教室で。思ったよりも長引いちゃってるみたいだね。あれが不可抗力だったのは彼女も分かってると思うし、そんなに根に持つタイプにも見えないんだけどな。まあめげずに誠意を伝えればちゃんと分かってくれるんじゃない。ただでさえ別の問題でクラスがギスギスしてるんだし、せめて君たちくらいは仲直りしてもらわないとね。平民出身の生徒が住んでる第二学生寮か。僕たち本来だったらあそこに入ってたんだよね。まあ意外と綺麗だし雰囲気も悪くないけど、学院までちょっと歩くのはよしあしってところかもね。邪魔だ、毒がいい。お、ふん、七。所詮は寄せ集めの連中か。行くぞみんな。
貴族クラスの人たちか。やっぱり緊張するな。そうかもね。そっちの建物は貴族生徒の第一学生寮か。噂だとすごく豪華で、世話をする執事やメイドさんが何人も働いてるみたいだよ。うん、そうだね。あ、そうそう、クラブってもう決めた？別に所属しなくてもいいみたいだけど。皆さんもご存知のように、かつてエレボニア帝国は存亡の危機に瀕していました。その危機とは、250年前の獅子戦役。時の皇帝亡き後、帝位をめぐり有力な帝位継承者たちが数年にわたって繰り広げた内戦です。まあ、帝国に住んでいる人なら子供でも知っている逸話ですよね。この内戦は長期化し、各地の有力貴族も巻き込んで泥沼の様相を呈していきました。そんな中、多くの傭兵は野党化し、略奪を行う騎士団すら現れたのです。国土は荒廃し、人心は乱れました。そんな中、民を顧みずに続けられた骨肉の争いに終止符を打つべく、ある一人の流浪の王子が辺境の地で立ち上がったのです。ドライケルス・ライゼ・アルノール、第73代エレボニア皇帝にして獅子神皇帝とも呼ばれる中高の祖、この士官学院の創設者でもありますね。ちなみに挙兵当時、ドライケルス軍は非常に少数でした。しかし帝国各地で人心をつかみ、心ある実力者たちの協力を得ることで一大勢力となっていったのです。そのドライケルス王子が最初に挙兵した辺境の地ですが、ディーン・シュバルツァー君、その地がどこかご存知ですか？お疲れ様。今日の授業も一通り終わりね。前にも伝えたと思うけど、明日は自由行動日になるわ。厳密に言うと休日じゃないけど、授業はないし、何をするのも生徒たちの自由に任されてるわ。デートに遊びに行ったっていいし、なんだったら私みたいに一日中寝てても構わないわよ。学院の各施設などは開放されるのでしょうか？図書館の自習スペースが使えるとありがたいんですが。ええ、
そのあたりは一通り使えるから安心なさい。それとクラブ活動も自由行動日にやってることが多いから、そちらの方で聞いてみるといいわね。なるほど。うん、確認しておくか。それと来週なんだけど、水曜日に実技テストがあるから。それは一体どういう？ま、ちょっとした戦闘訓練の一環ってところね。一応評価対象のテストだから、体調には気をつけておきなさい。なまらない程度に体を鍛えておくのもいいかもね。ふん、面白い。なんか嫌な予感がするな。そしてその実技テストの後なんだけど、改めて7組ならではの重要なカリキュラムを説明するわ。それはま、そういう意味でも明日の自由行動日は有意義に過ごすことをおすすめするわ。ホームルームは以上。副委員長、挨拶して。はい。起立。礼。
よ、後輩くん。お勤めご苦労さん。入学して半月になるが、調子の方はどうよ。はは、分かってんじゃん。特にお前さんたちはいろいろてんこ盛りだろうからな。ま、せいぜい肩の力を抜くんだな。まあまあ、そう焦るなって。まずはお近づきの印に面白い手品を見せてやるよ。そう、ちょいと50ミラコインを貸してくれねえか。お、サンクス。そんじゃ、よーく見とけよ。さて問題。右手と左手、どっちにコインがある？残念、外れだ。こういうことさ。まあその調子で精進しろってことだ。せいぜいサラのしごきにも踏ん張って耐えていくんだな。あ、そうそう、生徒会室なら2階の奥だぜ。そんじゃ、良い週末を。
週間ぶりだね。生徒会室にようこそ、リーン・シュバルツァー君。サラ教官の用事で来たんでしょ。どうしたの？そんなにかしこまらなくていいよ。この学院の生徒会長のトア・ハーシェルって言います。改めてよろしくね、リン君。うん、そうだけど、これから君たち新入生に関わることも多いと思うんだ。困っていることや相談したいことがあったら、ぜひ生徒会まで来てね。一生懸命サポートさせてもらうから。あ、うんうん、これなんだけど。一番上のがリン君のだよ。ごめんね、君たち7組はちょっとカリキュラムが他のクラスと違ってて、先日オーブメントも通常とは違うタイプだから別の発注になっちゃったんだ。うん、学生手帳には先日オーブメントの説明書も載っているんだけど、他の1年生の子は今までと同じ標準タイプだから同じレイアウトが使えたんだ。でも君たちのは特注品で、かなり操作説明も違うから少し時間がかかっちゃったの。うん、サラ教官に頼まれて。ごめんね、こんなに遅れちゃって。サラ教官もいつも忙しそうだし、他の教官の仕事を手伝うことも多いから今更って感じかな。うん、よろしくね。うーん、でもリーン君たちも1年なのに感心しちゃうな。サラ教官からバッチリ事情は聞いてるから。何でも生徒会のお仕事を手伝ってくれるんでしょ。うんうん、さすが新生7組だね。生徒会で処理しきれないお仕事を手伝ってくれるんでしょ。特化クラスの名にふさわしい生徒として自らを高めようって、みんな張り切っているから生徒会の仕事を回してあげてってサラ教官に頼まれたんだけど、ひょっとして私何か勘違いしちゃってた？入学したばかりの子たちに無理難題を押し付けようとしてたとか？そっか、びっくりしちゃった。でも安心して、あまり大変な仕事は回さないから。ね、大抵のものは士官学院や町の人たちからの依頼になると思うんだ。うん、生徒会に寄せられたいろいろな意見要望ってところかな。今日中にまとめて朝までに寮の郵便受けに入れておくから、とりあえずリン君のポストに入れてもいいかな。Thank you.
テン・ターク、我が愛しの教え子よ。どうやら会長に夕食をおごってもらったみたいね。詳しくは言えないけど、来週伝えるカリキュラムにもちょっと関係してるのよ。誰か一人にそのリハーサルをやってもらおうと思ってね。生徒会が忙しすぎるのも確かだし、一石二鳥の采配だと思わない？あくまで君の判断に任せるわ。特定のクラブに入るつもりなら無理にとは言わないわよ。それは君があのクラスの重心とでも言えるからよ。中心じゃないわ、あくまで重心よ。対立する貴族生徒と平民生徒、留学生までいるこの状況において君の存在はある意味特別だわ。それは否定しないわよね。そして私はその重心にまずは働きかけることにした。7組という初めての試みが今後どうなるかを見極めるために。それが理由よ。ビールよビール。週末なのに部屋で寂しく一人酒に決まってるじゃないの。まったくもう、ダンディーで素敵なおじさまの知り合いでもいたら一緒に飲みに行ってるんだけど。あんまり深く考えずにやってみたら。どうやら何かを見つけようと少し焦ってるみたいだけど、まずは飛び込んでみないと立ち位置も見出せないわよ。それじゃあね、寮の門限までにはちゃんと帰ってくるのよ。Thank you.